こんにちは、レオです。最近自分が iPhone でよく使ってるアプリって何かなって考えてみたときに、意外と登場頻度が高いのが決済系のアプリだと気がつきました。そこで今回は QR コード払いで人気の PayPay とか LINEPay を賢く使うための考え方のようなものを9つ紹介したいと思います。共感してくれた方はぜひコメントください。まず1つ目、ポイント還元を活用するということですね。特に PayPay はサービス開始当初からそうなんですけど、還元祭りがすごいです。今は当時ほどインパクトが大きいキャンペーンっていうのを貼ることはないですし、いろんな条件がつくこと増えたんですけど、まあそれでも最近だと自治体とコラボして開催しているキャンペーンが結構注目だったりします。PayPay がコラボしている自治体の対象店舗で購入すると、上限金額までの範囲で 20-30% のポイントバックがあるっていうキャッシュバックキャンペーンです。で、僕だと一番近いのが東京都の港区なんですけど、ここだと 20% のキャッシュバックボーナスみたいなものが、まあ、1回あたり3000ポイントまでゲットできます。で、要は1回1万5000円までの買い物だと自動的に 20% オフになるってことなので、例えば港区だったら飲み会があれば PayPay で使うと 20% 分返ってくるということですね。これお得なので、どんどん使うと賢く節約できるかなと思ってます。で、次に QR Pay 系に限らないんですけど、現金じゃなくて決済を電子化するメリットの一つが、何を買ったか後から振り返れることです。PayPay でも LINEPay でも当然どんなものにいくら使ったか振り返ることができます。これ使用履歴をたどれると、自分がどんなものにお金をよく使っているか振り返ることができるんですよね。振り返ると無駄な出費を減らすことができます。もしくは自分がどんなものにお金を使いたくなっちゃう人か理解した上で、納得してお金を使えるようになります。現金には現金で物理的にお金が減っていくっていうメリットがある、それを見ることができるっていうメリットがあると思うんですけど、やっぱり慣れたら電子の方が圧倒的にお金の管理とか正確で賢い自己管理ができるんじゃないかなというふうに思います。あと、でもどうしても現金時代のこの決めた予算から減っていく方式が分かりやすい、感覚的に分かりやすいって思う方には、決済をペイサービスごとに用途分けてみるみたいな使い方もおすすめしたいです。例えば日常の食費はペイペイで払うとか、自分のものは LINEPay で払うとか、まあ丸々は、ビザカードで払うとか、なんかそういう、あるいは丸々はスイカで払うとかね、そういうことですよね。で、現金時代だと用途によって財布を分けていたっていう人も多いと思います。で、例えば1月の食費の予算が3万円だったら、その3万円を月初に下ろして、そして食費専用の財布から減らしていくっていうやり方ですよね。これめちゃくちゃ単純だけど効果的な節約術で、僕も若い頃はこのやり方対応してたんですけど、まあ荷物が増えることがデメリットでした。で、スマホでの支払いとペイサービスっていうのがこれだけ普及した現代だったら、こうスマホ1台に複数のペイ系アプリを入れて、それぞれにこうプリペイド的にその月の予算を入れておくことで、スマートな節約術ができるかなと思います。で、PayPay も LINEPay もセブンイレブンでチャージできるので、こう入金の手間もほとんどないっていうのが魅力かなと思ってます。で、そういうどっぷりな使い方をする場合にネックなのが、どの店でも Pay サービスが使えるわけじゃないっていうことですよね。なので、こうサービスを使い始めるときは、最初に近所で Pay が、利用可能な店なのかどうかっていうことを調べておくといいと思います。で、ここら辺に強いのが PayPay で、大手チェーンの加盟店に関しては公式サイト上で結構分かりやすく一覧してくれているので、家にいながらにしてリサーチしておくこともできます。で、他のサービスもね、有志の個人がまとめてくれていたりもしますので、一回、サーチしてみてください。で、行き当たりばったりよりは、まあ、先に調べておいて、あそこではこういうふうに、ここではこういうふうに使う、だからこの予算はこのペイサービスで管理するとかやっておくと、まあ、賢い生活暮らしができるんじゃないかなと思います。で、ここからは、レジ前でスムーズに決済できるようにする Tips を3つ紹介します。で、せっかくアプリを入れてもレジ前でもたつくとイライラしちゃいますよね。で、まず買い物スムーズにする Tips の1つ目が、タッチ払いになります。で、これは今回取り上げている2つのペイシステム、ペイサービスでいうと LINEPay に特有の機能です。で、Android はまだ僕使ったことないんですけど、 iPhone の方は LINEPay の支払いをタッチ払いにすることができるんですね。
要はここでピッてやってシャリーンとかいろいろなって支払えるってやつですよね。これができます。でこれをすると iPhone の右側の電源ボタンを2回軽くタップすることによって決済画面が表示されて、で顔認証してタッチするだけで支払いができるっていう、この素早さのメリットがあります。それからそもそも LINE Pay 対応店以外の店でも ID 対応、そして Visa タッチ対応してる店だったら LINE Pay で支払いできるようになるっていうメリットもあります。設定方法としては LINE でウォレットタブを開いて Apple Pay って書かれたボタンをタップして、画面に従って設定を進めておけば iPhone でタッチ決済できるようになるはずです。お店では ID で払いますとか Visa タッチで払いますとか Apple Pay で払いますみたいな感じで言えば支払えると思います。これコンビニだったらほぼ対応してるはずなので、最初やり方わかんないよっていう方はね、緊張する方はコンビニでテストしてみるといいと思います。それからタッチ払いできるっていうことは Apple Watch でも使えるっていうことです。 Apple Watch 持ってる人限定になるんですけど、 Apple Watch に登録しておくと利用シーンがまた広がって便利です。ジョギング中のコンビニドリンクとかも Apple Watch の LINE Pay で支払い完了できると非常にスムーズなので、こういった使い方もおすすめしたいと思います。あともう一つ、このスムーズな決済の手段として PayPay が使いやすくなる Tips として iPhone のロック画面に PayPay のショートカットを表示しておくっていうことができます。で見えるかな、こんな感じになるんですけど、右から2つ目が PayPay のボタンになっています。これロック画面なんですけれども、 PayPay ボタンがあって、これタップして顔認証するとこれで支払い画面に飛んでくれるっていうような機能です。でこれ設定は簡単で、ロック画面で画面を3秒くらいタッチして右下のプラスマークをタップ、でここは適当に写真シャッフルを選んでおすすめの写真を使用をタップしておきます。そしてこの画面でウィジェットを追加をタップ、で下の方に行くと PayPay が出てくるのでタップ、最初に出てきた小さい正方形のウィジェットをウィジェットエリアにドラッグ&ドロップするとロック画面に PayPay ボタンが表示されるので右上の追加をタップします。これで完了です。でロック画面に表示されちゃったらスマホをなくした時に悪用されるんじゃないのって心配になる方もいるかもしれないんですけど、これタップした後に顔認証とか指紋認証しなければ支払いできないので、そこはある程度安心できると思います。これかなり便利な Tips、 ショートカット技なのでぜひ試してみてください。あとみんなが PayPay を使うようになってめちゃくちゃ便利になったなと思うのが友達との割り勘です。どこかご飯食べに行った時に誰か一人がカードで払ってその場でペイで送り合うみたいな、現金が一切登場しないカルチャーがこの数年で一気に広まったなと思います。これに関してはクレジットカードでは成し得なかったところだったので非常に助かってます。でここら辺は特に LINE Pay が強くて、やっぱ飲みに行くような人って大体 LINE で友達だし、そうじゃなくても飲みに行くレベルだったら友達になるのも嫌じゃなかったりするので、それをきっかけに友達になったりしてちょうどいい感じです。であと細かい割り勘をしたいっていう人にとっても Pay は簡単でいいですよね。計算してその金額入れたらいいだけなので、現金じゃらじゃら渡すよりもいやらしさも少ないですし、1円単位でめっちゃきっちりだと、それはそれでね、なんか笑えて楽しかったりします。あと最後に、これは電子決済全般に言えるんですけど、財布を持たずに外出する時間を増やすことが電子決済を自分の生活に導入するメリットのとても大きな部分かなと思います。外出時に、もしあんなこととかこんなことあった時に対応できないと困るから財布持ってこうみたいな、こうちょっと心配でそういう風に財布持っていくとかになりがちなんですけど、財布って結構いろいろ入ってて重いんで持ち運ぶの面倒だと思うんですよね。で僕は無駄な荷物が多ければ多いほどどこかで物に引っ張り回される生活をしているような感覚になってしまう人間なんですね。なので少しでも身軽だといいんですけど、でもいざという時のバックアップにはこのペイ系のものがあるみたいな状態で外出できることが僕にとって電子決済を使う大きなメリットになってます。ということで、以上ね、僕の具体例だったりあと概念的だったりするペイ系サービスの Tips ね、こんな考え方でやるといいよっていうことを9つご紹介しました。みんなに当てはまるものばかりじゃなくて、これ電子決済系の話って多分都会とそうじゃない場所、東京とそうじゃない場所とかでもう全然違うと思うし、あくまで僕の生活の周りの範囲だとこんなイメージで使ってますっていう話があるんですけれども、でもさっきの PayPay のこの地方自治体とのキャンペーンみたいなやつはね、逆に地方行くとパーセンテージが高い割引とかポイントバックみたいなのがあったりする場所もあるので、いろんな場所でそれぞれのメリットデメリットがあると思うので、ぜひ皆さんはね、皆さんの見方をしていただきつつ、それこそね、よかったらコメント欄でうちはこんな地域だけどこんな
良さがある、こんな不便さがあるっていうことを教えていただけると僕も勉強になって嬉しいので、ぜひぜひ、教えてください。ということで、以上になります。ソーシャルメディア、ツイッター、インスタグラムなどやってます。全部レオトヤマで検索したら出てきますので、ぜひ探してみてください。以上です。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。